デカ盛りしチャンネル。こんにちは、デカ盛りちゃんです。こんにちは、じゃあ安田みちひろチャンネルです。いや、違うマイクチャンネルです。今日は長所世代でみちとマイク来てくれました。今日一緒イベントしてて、長所世代の裏話みたいなのあれば。裏話なんかある？裏あったっけかな。いや、俺結構ないろんなとこで話してるから、今ちょっとどこでも話してんやつちょっと考えるわ。考えんの？うん。でもみちってみち派、まきの派あったやん。なんかあったよね。いや、でもなんかみんな仲良かった。みんな仲良かったけど、まあそやな。なんかその牧野とまず陽介がちょっとあれやん。仲いいけど、なんかそこら辺ちょっとあれやん。うん。俺陽介と別に仲良かったから。みちと陽介めっちゃ一緒に俺仲良かったから今でも仲いいし。あと青木とあと康介。まあそうやな、4人でいつもなんかすごい女の子探してるイメージでした。そやな。だからあのカナダの大会の時、ちょうどカナダが独立記念日みたいなのあったやん。うん、あった。陽介と康介と青木と俺で夜とか昼とか出て日本人の留学生ナンパしてなんかチューとかしたりしたり。そんなんあったん？うん、すごいな。なんかゲームでな、ゲームでみたいな。うん、そう、そこでほんまのチューじゃなくてもうゲームでなんかチューみたいな、そういうノリあるやん若い時って。あるな、最低なノリ。うん、じゃあワールドユースの中にワールドユースしてたってこと？そうそう。あ、逆の、うん、すごっ。みちとさ、陽介なんか怒られてなかった？あれワールドユースじゃあポルトガルじゃん。いや、ポルトガルの時も怒られたし、ポイツさんに怒られたよ、森保さんに。ワールドユースの時も怒られたで。ワールドユースの時なんかそれこそついて一番最初のなんか練習みたいなリラックスのジョギングみたいなんで二人組でやって、陽介と俺だけクソチンタラ走ってたら終わった後やっこさんめっちゃ怒られてめっちゃキレられた。俺さ、一個あんねんけど、うん、ワールドユースとかさ、その海外行く前にさ千葉とかで集まるやん。うん、あの時やっこさんの走りやろ。めっちゃ走りつかなかった。俺な、それな、J リーグ出てたから走ってへん。走らへん。うん、なんかあれ J リーグ出てないメンバーが結構走ってへんけど、俺その前の週に J リーグ試合出てたから、俺ホテルで休憩してめっちゃ走んねん。マイクも出てたからな。かな、多分。俺でもヤッコさんのイメージもストレッチのイメージしかないわ。確かにでも、ほんまにいい大会やったもんな、あの時は。そうそう。スタッフとかも全員仲良かったよな。仲良かった。なんかほんまになんか揉め事がなかったっていうか。ほんまに仲良かった。でマイク、ミチ、俺って最初の J ブリッジからじゃない、うん、アンダー18の立ち上げで高3からへんわ俺。でマイクがあのさ J ブリッジさトラックあるやん。でなんかシャドランみたいですね。あの、分からん、こうやってやるやつ、どんどん距離伸びていくやつ、こういう風に。いや俺全然よう覚えてんな。あれマイク1位やって。俺そんな走れた？めっちゃ走ってた。で俺同いポジションやったからさ。せんな。そうマイクってどんなんなんて走れるかな、すっごいと思ってね。ミチはもう金髪ってイメージしかない、あのワールドユースで。大会な、大会で牧野赤でな。なあ懐かしいな。でもあれはほんま優勝できたなと思うし、うん、俺と森氏が PK 外したからな。あんたか俺は練習で外したから。一番外したっけ？俺は一番外したっけ？俺あれ、それは覚えてる。俺森氏が練習中に、うん、PK とかもう外せへんわみたいなずっと言ってて、うんうん、ほんまなんか外したから。何してんの？ほんまに。いや俺もでも練習で一回も外さなかったから。あの時もなんか俺足つっててマイクとカーロットだけ、あの時3枚しかカーリングで、最後信じやったやん。あ、信じやったんや。その前にな、青木が出てきて、そうそう、あいつがなんか PK やって、あそうだ、追いつかれたやろ。で、せいやが PK しての前に退場になってんだ。そう、ほんでなんか、信じ、そう、延長戦で信じがシュート打って、ハンド絶対入ってんけど、相手がゴールライン上でハンドして止めて、そう、あれ今やったらもう VAR あるから、俺はもう絶対突破してたから。そうやな。そしたらで、チェコあのまま準優勝までいったから、そうやな、アルゼンチンと決勝で俺らだから優勝してたよ。しかもチェコ優勝したんかな。アグエルとかあったよ。アグエルとかしょぼやなんだよ。あいや俺全然覚えてへんやん。覚えてない。なんかパフォーマンスとかもだってそもそも俺考えてないから、マキノとかが勝手に考えてたやん。で俺がたまたま決めちゃって、そうだから俺はなんかそのみんなが決めたやつやってただけやったから。でもその次の時なんか気になったんやで、これ。うん、これもなんか未知の提案じゃなかった。俺確かに未知の提案じゃなかったかと思って。いやいや俺なんも多分何も提案してへんねん。してた。うん、俺なんかどっちかやってたらやりたくないと思ってたもん。めっちゃやってたよ。うん、なんかみんながやってるからやったけど、あの時のピッチもめっちゃうっアツトとミチが両者がめっちゃキレキレのイメージだったもんね。うん、なんか俺正直アンダー20の大会経験したけど、なんかあんま相手強いと思わなかったし、あなんか最初ナイジェリアとかヤバいみたいな感じ。ああやね、なんかあこんなもんなんやと思ったしね。うん、そっから2人とも海外行ってるから、俺はそっから止まってるんで。なんで止まったん？そっから怪我やな。足首の怪我と、ほんま調子乗る世代で調子乗った一番かいやつ乗り方してたから、なんか痛かったね。
早くも怪我するからな。怪我しない、ね、さ、どっちかというと30代超えてからですね。行くまないしかしない、まあ、あとはあれやんな、オランダでフェイエノールド戦の前日飲みに行ってマジで、それでジャンプしたら両足つって着地できんかったそう、前半いや、後半後半しかもその試合勝ったら俺らまあまあ上位行くみたいな感じだったのに、めっちゃ勢いやったから。それミッチとマイク同じチームだったもんな。そうそうそう、やな。あの時だって前半戦1位からだったね。そう、俺らめっちゃ強かったから、ね、すごいよな、ほんまに。あ、今ミッチ何やってるの？俺ニート。ニート、うん、何もしないと。まあ仕事があったら行くみたいな。そうそう、だから、いやだから俺昨日もだってプール行ってたし。で、今なんか痩せる感じでやってるの？まあダイエットはなんかこの前テレビ出て自分の映った姿見て引いたから、ちょっとダイエットしようって。ああ、そんな感じ。そうそうそう。マイクは？さっきミッチとそういう話になったよ、うん、うちだって今肩書きなんなんかなみたいな。で、元アスリートってもう職業じゃないじゃん、うんうんうん、でもニートしか言えなくないみたいな。なんか牧野とかうっちーレベルまでいったらタレントって言える。そうやな。え、でも2人なれるやろ。じゃあ森氏は肩書きなんなん？俺確かに YouTuber や。違う違う違う、コーチだよ。コーチかな。コーチか。スクールが主やから。そうだね。そう、コーチって言えるじゃん。俺はでもあの毎週解説してるから、うん、解説者、サッカー解説者の意見だ。ミッチ喋れるもんな。本物のニート俺だけじゃん。マイクやりたいな。なんかあのヘディングスクールとかやりたくない？カリスマニートやん。いや絶対来ないやん。来る。ヘディングスクール結構。いやいやあかんって。今もしかしてヘディングしたら頭の細胞潰れるみたいな話だから。ここでやるからダメらしくて、これでちゃんとしてていけんじゃん。あ、そういうこと。そう。だサイドバック専門コーチだったらめっちゃ面白そうじゃん。いや集まらないやろサイドバックは。めっちゃおんないやん。ダメとこシータ、ダメとこシータ。で、ミッチはあのさ、熊本でだった予選おったやん。あ、北朝鮮でしょ。で、決めたやん。うん、決めた決めた。でアジア予選おらんかったやん。あれ、その前にインド行ったやん。あ、行った行った。その時に俺、ヤッコさんと喧嘩したから。ヤッコさんと喧嘩したから。そうなん、うん、俺知らんかった。いや俺もだから、多分あの一次予選の時にヤッコさんと喧嘩したから、その後ずっと選ばれてないわね。マイク？そう、ずっとなんか口喧嘩みたいにして。俺もなんか、俺はなんかそのインドの試合でアシストとかしたのに試合使ってもらえへんから。で、なんか俺別に J リーグとかも出てたし、うんうんうん、あ、どの試合出てへんのみたいな言って、で、その後のサブレみたいなんで、うん、やりたくないからやらんかったら、うん、めっちゃキレられて、で、最初戦選ばれへんかった。あ、そうなんや。調子乗りすぎました。18歳よ。時ありすぎでしょ。最初さ、舐めすぎやろ。そんなやつもっと俺しばっけよな。いや間違いないでしょ。だから多分コーチとか向いてないなと思って。多分自分と同じようなやついたら多分しばくよ。せやマイクにしばかれたら終わりやろ。でもミチはやっぱ監督だよ。しゃべれるからな。監督とか絶対しゃないわ。なんか俺思うねん。GM とかやってほしいな。思うねんけど、なんかもう人間ってこう生まれながらにしてもう持ってる人と持ってん人おんねん。ああああ、だってさ、J リーグさ、15年とかやってさ、優勝してへん人もおればさ。確かに。もう J リーグ初年とか優勝しまくる人とかおるわけやん、うん、僕一回も優勝しないわ、プロ上がって。ミッチが一番上がってない。ない。ミッチは、いや俺はもう、ナビスコ優勝やな。だから19歳やな、あれだ、決勝ゴール MVP 入賞取って。すごいよな、あれ。で、その年の年末天皇が優勝して、うん、その次の年ACL 優勝して、すごっ。で、またその次の年の1日に天皇杯また優勝連覇してって感じですよ。いいよな、すごいよな。あの時ガンバ強かったもんな。めっちゃ強かったな。だからミチとマイクはめっちゃ試合出てるってイメージしかなかった。俺でも途中からやったよ。フォワードってそうやん、でかいやつって。うん、最初はでもやっぱ J2 行ってから俺は試合出始まったもんな。あ、まだ甲府の時やばかったもんな。で、そっからオランダ行ったもんね。そうそうそう。あ、俺も良かっただけやな。いやでもやっぱすごいと思うよ。でも北京は行ったやん。北京行った。で、A 代表も出てるやん、うん、マイクも出てるやん、天気見てるし。で、ミチは中国戦でここ蹴られたやん。そうやな。あれもな、もすごいなと思う。え、森氏も北京行ったっけ？北京行ってない。あ、行ってん。俺でもその前めっちゃ選ばれてたやん。選ばれてたやん、予選行ってんけど、うんうん、テレビアップがあって。あ、そうそうそう、まあそういうのがあって。でも俺北京メンバー選ばれたけど予選1試合も出てないか。あ、出てない。確かに予選1試合も出てない俺。そうやな。あの時ユートとウチが出てて、そもそもなんかそのユート大学生やったやん、明治大学やったやん。で俺頑張り試合出てたやん、うん、でオリンピック選ばれて、で家長と一緒に大学生入ってきてるやんみたいな。俺らこの大学生にもうメンバー取られたらサッカーやめようって言ってたやん。一瞬で取られた。え、家長くんも北京行ってなくない？行ってない。秋は前十字前十字切ったから。そうや、そうや、そうや、そうや。いや、またなんか調子のせいでなんかやりたいですね、また。やりたいね。集まりたいよね。集まりたい。なんかいつもさ、毎年集まってなかった？集まってた。館船乗ってさ、集まってた、集まってた、集まってたやんな。ほんまになんか久々に会えて俺めっちゃ嬉しかったし、なんかあんまりなんかおいとかっていうタイプじゃないやん。
そうやな。DJ とかそんなんじゃなくない。まあそうやな。確かに。そうやな。そう。確かに。なんかあんまりあれやけど。誰と仲良かった？調子の世代。林。俺一生林と同じやった。や柳川とか。柳川。柳川な。俺柳川仲良かったで。俺あの関西ずっと一緒やったからあいつ。ああそうやな。柳川と真嗣がいつも一緒だった。あ、そうやな、そうや。だよね。そう。で、俺、林。柳川今、アサジアの岡山コーチやからな。え、そうなん？え、そうやで。あ、そうや。大学の監督からコーチ行ったんや。高難でめっちゃ結果出して。マジで？そう。柳川もだって、結構早めに出てたもんね。柳川だって、神戸で結構早く出て、J2 の MVP みたいに取ったからな。あ、そうや。うん。まあ、そんな感じで、なんかある、また、他。なんか裏話みたいな。裏話なのめっちゃ重い。これ1個裏話やったわ。なんかカナダの本大会の時になんか牧野の部屋行って、うん、なんか牧野の部屋のなんかノートパソコンみたいなつけっぱなしあってでそれにアダルトビデオが入ってて、うん、そのアダルトビデオの女優が俺ら当時20歳ぐらいやん、うん、45ぐらいの熟女 AV 女優なんだ、うん、やったのは覚えてる。牧野めっちゃ貪欲やんそこも。でもなんかエロ DVD は回ってたよね。回ってたな。あのさ、ポータブルの DVD 持ってたよな。みんな持ってたな。持ってたよな。あったよ、時代やな。あったそれ。テッカチャンネル。そんな感じやな。裏話覚えてへんわ、そんなみんなみたいに。確かに結構まあでも、まあ、絶対さ、長所の世代って結構言われへん。なんだかんだ16年前じゃん。確かに、うん、そうやもん。え、なんか俺そもそもなんか俺めっちゃもうずっと言いたいねんけど、うん、俺別に調子乗り世代の中心じゃないよっていうのは言いたいねんて。いやいや、ミチ中心やて。いや、牧野じゃん。牧野はなぁ、牧野とミチじゃない。いや、俺ほんま中心じゃない。俺なんかどっちかっていうと牧野とかのグループがわちゃわちゃサイドに一歩引いて見てたから、陽介とかと。そんなんやつらみたいな感じで。いや、あいつらめちゃくちゃ元気やみたいなの思ってたから。でもさ、飯会場ってさ、飯食ったら俺は2時間ぐらいおらんかった。ずっと喋ってるイメージあった。喋ってるイメージなかった。いや、覚えてんよ。覚えてへん。うん、ほんま覚えてないわ、俺。みちとヨウスケは常になんか一緒におってなんか。俺ヨウスケとだからコウスケとめっちゃずっと一緒だと。なんか俺あの時俺はまだガキやったけど、みちとヨウスケとまあ太田コウスケとかはなんかちょっと上の大人みたいな考えでしなかった。いやまあ試合出てたからじゃない J リーグで。ああやっぱな。確かそうか。コウスケ出たっけ？コウスケ出た横浜吉。あそう出てた。横浜吉やそうだ。出た。でもマイクもそう思う。結構だから最近アンダー20とかやったらさ、みんなもう出てないやん J1 とかで。出てないな。でも俺らの時は結構みんなほとんど出てたし。森重だけちゃう？いや、森家も結構出てたで、大分で。大分出てたな。シャムスカン、うん、シャムスカンで。あの時に大分ってだから清武、東、森家、金崎、西川修作も、うん、かったよ。前田俊介、前田俊介、言えなかったの。メズレとか、うん、結構メンバー今、こういう感じやね。吉田貴之さん、あんまり高崎さんと、うん、高松大輝、松橋よう知ってんな。まあそんな感じでまた撮りますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。